ブレンダン・ケビン・ドネリーは、アメリカ合衆国ワシントン DC 出身の元投手、ウト右ミギウチ。1971年7月4日、ワシントン DC で生まれたが、その後ニューメキシコ州アルバカーキへ移住し、そこで育っている。1992年のドラフト27巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され入団。メジャー昇格の機会がなかなか巡ってこず、 マイナーリーグや独立リーグでプレーし続ける日々が続いた。1995年春には前年から続く長期 MLB ストライキに対抗しようとしたオーナー側がマイナーリーガーらを代替選手としてかき集めてシーズンを強行実施しようとした。ドネリーはこの代替選手としてオープン戦に登板していたため現在も裏切り者として 選手会には入会できないでいる。その後も数球団を渡り歩いたドニリーは2001年1月にアナハイムエンゼルスと契約する。2002年にメジャー初昇格を果たすと46試合に登板して防御率2.17を記録しエンゼルスのワールドシリーズ制覇に貢献した。翌2003年にはホールド数でリーグ1位となり監督推薦で オールスターに選出されるなど、中継ぎ投手として活躍した。2005年6月のワシントンナショナルズ戦で、ナショナルズのホセギーエンが、自軍のフランク・ロビンソン監督を焚き付け、ドネリーのグラブを調べるように要求した。主審が調べたところ、グラブに松屋が仕込んであることが発覚したため、ドネリーは10試合の出場停止処分を受けた。 ギーエンはエンゼルスに在籍していた2004年にマイク・ソーシア監督と衝突しており、ドネリーがその時ソーシアを支持したため、ギーエンは二人に恨みを抱いていた。2006年12月にトレードでレッドソックスへ移籍し、2007年はシーズン途中まで中継ぎとして活躍したものの右肘を故障、トミー・ジョン手術をすることとなった。その後レッドソックスから放出された後、 クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。2008年8月8日、メジャー復帰。2009年5月、ヒューストン・アストロズとマイナー契約。7月5日に、フロリダ・マーリンズとメジャー契約を結んだ。2011年3月6日、現役引退を表明。2007年12月13日に発表された、ミッチェル報告書によると、カークラ・ラドムスキーは、 アダムリグスからドネリーを紹介された。ドネリーは2004年にアナボリックステイロイドのハイテクアナバーを欲しがっていた。ラドムスキーはデカ、デュラボリンを250から300ドルで販売したと証言した。この主張についての情報を提供し、応答の機会を与えるために、ジョージ・ J ・ミッチェルが面会を要求したが、ドネリーはこれを拒否した。ドネリーは同月15日に声明を発表した。 生命の中で鼻血や腕の故障の問題を抱えていた時に回復を早める目的でハイテクアナバーを求めたがハイテクアナバーがステロイドに分類されたことを知り選択肢から外した。ラドムスキーからは何も薬物を購入していないし使用していないと述べている。ありがとうございます。